おはようございます、未来です。今日は8月11日祝日でございます。なんですが、まさきは今日お仕事なので休日ワンオペになるかと思います。ということで早速やっていきましょう。今朝の8時で、今ヒーとゼンは朝ごはんが終わっておりました。で、私は昨日サボっていたキッチンリセットが終わりました。ということで2人が今おとなしいので、その間にこちらをしていきたいと思います。たまりにたまりまくったこちらですね。こっちより私はこっちがなんかわかんないけど好きなんだよねっていう感じで、これの解体作業をしていきます。で、今日は予定としては、最近ね、ジェンがイヤイヤ期がすごくて、イヤイヤがすごいっていうよりは自分でやりたいがマジで強すぎて、何もかも時間がかかるし、何もかもうるさいし、何もかもギャーギャー言っておりますので、今日はもうお家で過ごしたいなと思っております。プールですね、プールをしたいと思います。で、台風明けなのでパターンなのよ、プールを。なのでまた膨らましてお水を入れないといけないんですけど、やるか。早いとこ、午前中たくさん疲れてもらって、昼は寝かそう大作戦しよう。はい、終わりましたので、はい、それではプールを膨らましていこう大作戦。私が外に出たらみんな来てしまった。これはね、もう洗剤で洗ってあるので、もう今日は水入れるだけでいいかなっていう感じです。これ強いと思われるので、テントを立てたいんだが、テント立てたことない。おい、じゃあやめろ。できるかしら、一人で。なんとか一人でテントを立てれました。まさかの、やればできるっていうことが分かった。はい、メイクも終わったので西松屋に行きたいと思います。ちゃんとゼン君ひー今日かわいいじゃん。イエーイ。はい、ただいま帰ってまいりました。30分ぐらいで帰ってくるつもりが、まさかの1時間ぐらい行っていたので、今11時です。ちょっとお昼を遅くして行こうかなと。はい、今から、そう、西松屋にもドラッグストアにも水遊び用のおむつがなくてもういいやと思って、今日でどうせ水捨てるしと思って、そんな感じで100均でウォーターガン、あとなんか色合いが可愛いアンモナイトバケツっていうのと、あとこれは西松屋で買ったこれね、あとこれが100均で買った全の水鉄砲ね、お風呂で冷めってやつを買ったのと、なんですか、もう同じのをさ2つ買わないと全怒るからさ。で、100均でこんなのがあって、子供用のゴーグル、そう、ゴーグル。あとはこれ可愛くない、ほら、100均でね、こういうグリッタービーチボールって言っていたので、これと、なんかよくわかんないけど水遊び用の水が当たると色が変わるっていうやつ、なんかほら水鉄砲でこう体につけて撃たれたら負けだよっていう、そういったものがあったので買ってまいりましたと。
以上かな。以上ですね。もう本当に疲れた。前のイヤイヤがすごすぎて。けど今日はですね、プールをさせて親子ともども共倒れしていこうと、体力を使い切っていこうという、そういった日でございます。それではプールへゴー。これをしよう。あ、3つ入ってんのね。難しい。あ、これを外せばいいのか。どう考えても無理だ。ママ、いくまで立つ。はまらないんだもん。これじゃできない。うわ、ちょっと待って、無理無理無理。待って、自分のバカさに本当にどぎも抜いた。自分のバカさにどぎもを抜きました。なんだ。うわ、ちょっとは大きくなっているが。あ、いける。あ、いける、いける。ちょっとすごい水漏れするけど。いや、ちょっと待って、ママすげえ一生懸命今。できた、できた。すげえ重い、すげえ重いぞ。みんなやっほー。大きいのだけ、ぽよん。待て待て待て、ぼよん、ぼよん、ぼよん。すごい。あ、すげえ重いんだけどこれ。イエーイ、ボールはどこ。腕があった。腕が疲れる。洗濯物を干しております。ヒート前は水遊びをしておりますが、何かあったら言うようにヒーに言ってあるのと、あと窓を開けてちょこちょここうやってね、様子を確認するので大丈夫かと思われます。ちょっとの間ですが、パパッとね干していきたい。もうこうやってね、2人で遊んでる間にいろいろ終わらせないと終わらないのよ。私もお昼寝したいな。今11時45分なんですけど、お昼ご飯を1時ぐらいに食べようかなという感じです。もうお昼ご飯は簡単にラーメン、そう決まっている。何を言ってるんだ。今ここから2人は見えているんですが、ちょっと小腹が空いたらしいので、もうちゃちゃかおにぎりと、あとウインナーとか、なんか朝ごはんみたいな、お弁当とまで言わないけど、そんな感じのを作っていきたいと思います。今日は家からマジで出たくなったので頑張りたいと思います。家に出るとさ、もう全部大変なんだよ今本当に。魔の2歳というね、2歳の子供がいる人は分かると思うけど、本当に出かけるの一苦労すぎて、照明をね気にしなくていい、まあ、公園とか、あとは家とかねになっちゃうよね。一人の時はもうね見れないからさ、一気に二人も目ん玉二つしかないしさ、左右どっちもこう見えるわけじゃないじゃん。だからさ、やっぱ家でプールとか、まあちょっと疲れるけど準備とかはそういうのがいいんだよね。こう精神的にめちゃめちゃ楽なので、午後からは YouTube とか、まあ、おのおのお家で好きなことさせていこうかなと思っております。うちの子たちはね、なんか甘めの味付けよりも塩辛いというか、あの甘くない卵焼きが好きで、一番だし巻きが好きなの。だから今日はだし醤油に水という、たったそれだけの卵焼き、なんちゃってだし巻きを作っております。熱中症だけは気をつけないとね、本当ね。けど今日ね、割とね、雲がね、影作ってくれる時間が多い気がする。曇ってるわけではないんだけど、本当はさ、ウーバーとかしたいとこだけど、ここ田舎すぎてさ、ウーバー届かないわけ。やばいよね。で、出前館とかも届かないよ。なんもないね、ここ出前見てみたいなやつが。4本にするか。とりあえず2人分作って、余ったものを私が食べるスタイルなので、で足りなかったら自分に何か作るっていう、そういうスタイルなんですよ。ヒーがね、わかめおにぎりが大好きなので、我が家はいつもわかめおにぎりです。もうこれでもうお昼ご飯終わりにしたい。
なんだけど、ほら今日はさ野菜がないじゃない。そういった時にね、これがすごいね安心するの。このね子供向けのゼリーなんだけど、19種類のマルチビタミンミネラルを補えるっていうやつで、1日分の野菜の栄養が取れるってやつなんだけど、これをね1日1本飲ますといいみたいな。で耐風年齢3歳以上なんだけど、今普通に食べちゃってる。ここは自己責任なんだけど、そうこれがあるとめちゃめちゃね、あ野菜ないからもう今日野菜切らないとみたいな、なんか野菜あげないとみたいな感じのがねなくなるんだよね。これ PR でさいただいたんですけど、マジでキーもめっちゃ大好きで、お弁当とかにもいつも入れて持っていかせるんだけど、ぶどう味で無添加ですごいね体に悪いものが一切入っていないっていうゼリーなんですよ。マルチビタミン&ミネラルゼリーなので、野菜不足とかそういった時にすごい安心できるので、最近めちゃめちゃ、あ1日1本までって決まってんだけど、いいんだよこれ。砂糖不要なの、しかもすごくない？ということでこれあげます。はい、そしてこの中にバーベキューとかそういうセットが入ってるので入れようかな。できるだけ洗い物を増やしたくないということで、これに入れて持っていきたいと思います。こんな感じでお昼、これで多分お腹いっぱいになる。とさっきの PR でもらったゼリー、あよかったらこれ概要欄に載せておきます。めっちゃいいよ、たまにはいいよねこんなお行儀の悪いご飯も美味しいかい？うん。あ落ちた前回そのまましときな。ママにちょうだい。あー油ついてる。美味しい？うん。座って食べたら？ただいま、ゼン君がめちゃめちゃ多分眠くてイヤイヤ言っております。あー疲れたー。イエーイイエーイ。今から友達が来るみたいなんで洗濯物を挟もうと思います。玄関でゼン君からちょっとクイックルをして今日の動画を終わろうかなって思います。子供がね3人来るの、友達が今から来るので、なのでちょっとさすがに床を少し綺麗にしとこうかなっていう感じです。掃除機をかけたいところだが全部が似てるのでかけれませんみたいな。昨日の夜もさクイックルやってんだけどさ、絶対すげえボン出てくるんだよね。だって今1時半前だよ。昨日の夜だけやったの8時とか。もうこの煮込みが出てくる。どういうことやん。いい、棒にはこの辺こうしないでつくんだ。はい。それでは最後までご視聴いただきありがとうございます。今日の Vlog はここまでにしとこうかなっていう感じです。今から友達が来るしね、動画は撮れないので、はい、そんな感じで以上でございます。最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回の更新でお会いしましょう。バイバイ。